新しい担当はまだ若いですが、真面目で熱意のあるいい子ですよ。長らくうちの営業担当をしていた上原さんが言う。上原さんは女性で結婚されているのだが、妊娠を機に産休に入る。そのため、近々新しい担当に変わると決まった。そうですか。お会いするのが楽しみです。上原さん、体を大切にして元気なお子さんを産んでくださいね。上原さんは嬉しそうに微笑んだ。その新しい担当が、後に嵐を巻き起こすとは誰も予想できなかった。俺の名前は永井、48歳。父の後を継いで町工場の社長をしている。うちの工場は社員20名余りだ。金属を加工してネジやボルト、ナットなどを作っている。町工場だから作れるものがある。これは引退した父の口癖だ。父は現在、従業員に混じって仕事をしながら、時折俺に経営のアドバイスをくれる。俺は経営を継いでおよそ10年。まだまだ勉強しなければならないことが山積みだ。うちと取引をしてくださっている企業に、とある外資系メーカーがある。そこの営業の女性社員、上原さんはとてもいい人で、俺たちは長らく良好な関係を築いていた。しかし、彼女は妊娠を機に産休を取ることになり、うちの担当が変わったのだ。上原さんが言うには、彼女の上司の部長が推薦してくれた、若いながらも優秀な男性社員とのこと。俺はお会いするのを楽しみにしていたのだが、実際は聞いていた話とかなり違っていた。うわ、上原先輩が担当してたって言うから、どんな最先端の工場かと期待してたのに、こんなボロい町工場とか、マジで外れ引いたわ。新担当の黒崎は非常に無礼な男である。挨拶に訪れた時には、こんな発言をし、挙句にうちの製品を眺めては、こんなのどこでも作れるでしょう、と吐き捨てたのだ。初の挨拶でこれだから、そのうち何か大きなトラブルに発展しそうで怖い。俺は今後どうなるのかと不安で頭を抱えた。問題はやはり起きた。長期で継続している契約の更新について、黒崎がやってきたのだが、むちゃくちゃな金額を要求してきたのだ。その金額とは、元の金額のおよそ半額。この金額にお間違いはないでしょうか。俺は努めて冷静に尋ねた。合ってるけど、原価を考えたらこれくらいが妥当じゃないですか。そんなわけないでしょう。ここ数年、いろいろと値上がりして、原価だって変動しているし、当たり前だが、加工費など、もろもろを含めた金額設定である。俺はそれらを丁寧に説明しながら、前任の上原さんは、そんな無茶苦茶を要求したことはありませんでしたよ、と言う。前任者のやり方を持ち出されたのか気に食わなかったのか、黒崎は眉を潜めた。ああ、上原先輩ね。あの人は考えが甘いんですよ。自分もばあさんだから古き良きを大切にしてるのか何なのか知らないけど、正直考え方が古いっつうか。だからオタクみたいな小さくて古いだけの工場に何か特別感でも感じてたんですかね。俺には到底理解できないですよ。散々な物言いに、俺は怒りで体が震える。というか、上原さんはまだ確か30代で、ばあさん呼ばわりするなんて失礼だ。黒崎の話は続いていく。続きを聞いていてわかったのだが、黒崎は普段、会社ではかなり上司に対して猫をかぶって仕事をしているようだ。今回の上原の後任も、
部長に頼み込んで推薦してもらったらしい。俺はようやく納得がいく。前任の上原さんの言葉との食い違いは、おそらくこの猫かぶりのせいだろう。彼女の目には黒崎が熱意がある真面目な青年に映っていたに違いない。俺は大きく深呼吸した。ここで感情に任せてはいけない。俺はそう思い、一口お茶を飲む。その間にも黒崎はベラベラと言いたい放題だ。俺が冷めた目で聞いていると、俺の様子に気がついた黒崎が怒り始める。ちゃんと聞いてます？お宅の工場なんて、これっぽっちも価値なんかないわけ。うちが契約してやってたのだって、運が良かったと思ってもらわないと。半額だって、仕事がもらえるだけありがたいでしょ？うちと契約しているってだけで、箔がつくでしょうし。さっきからこの男は何を言っているのだろう。一度冷静になってしまえば、呆れを通り越して、哀れにさえ思えてくる。黒崎は実際、学歴が高く、英語が堪能のようだ。だからこそ、外資系メーカーで働けているんだろう。しかし、会社で働く人間として、いや、人間として大切な、礼儀や思いやりといったものが圧倒的に足りていない。俺の内心も知らず、黒崎は俺に言い放った。そもそもね、町工場のじいさんたちじゃ信用できんのよ。お宅がそういう態度なら、もう他と契約するわ。どうする？感情的に吐き捨てる黒崎に、俺は笑いそうになる。吹き出しそうになるのを隠すため、俺は大げさにため息をついた。はい、わかりました。そこまでおっしゃるなら仕方がありませんね。この男、特許も職人のつても知らんのか。俺は心の中で突っ込みを入れる。一瞬、黒崎がポカンとした表情になった。まさか俺がすんなり受け入れるとは思わなかったのだろう。お、本当に他と契約するぞ。いいんだな。ええ、私どもが信用できないなら仕方のないお話です。俺がさらりと言うと、黒崎は頬を引きつらせた。なんだよ、みっともなく泣いてすがりついてくると思ったのに、つまんねえな。黒崎がぼそりとつぶやくのが聞こえてくる。なんて悪趣味な男だろう。は、後でやっぱりなかったことにしてくださいって泣きついても一切取り合わないからな。ええ、構いませんよ。俺はニコリと笑い、こう続けた。私もあなたのような非常識で無礼な方は信用できませんから。最後なので申し上げますが、他の会社でもろくに契約は取れないでしょうね。あなたはなぜか自分に相当自信があるようですが、一度自分を見つめ直すのをお勧めしますよ。黒崎は今にも俺に殴りかかってきそうなほど怒りで表情を歪ませている。さっきはちょっと赤みを帯びていた程度の顔色は、酔っ払いかと思うくらい真っ赤だ。よほど最後の俺の言葉が頭に来たらしい。じいさんだらけの弱小工場が潰れちまえ！二度と関わってやるもんか！黒崎はそのまま勢いよく事務所を出ていく。黒崎の大声や乱暴に閉められた扉の音を聞きつけて、妻と父が俺を心配して駆けつけてくれる。一連の出来事を説明すると、黒崎の非常識ぶりに二人とも眉間にシワを寄せた。向こうに非があるとはいえ、仮にも大口の取引先を失うことになったのを謝罪すると、二人は揃って首を振る。あんな無礼な人、関わってもろくなことないわよ。信頼関係が構築できない契約に何の意味がある？うちと契約したいという企業様は他にもいるんだ。気に病むな。妻も父も俺を励ましてくれる。その言葉に救われる思いだった。黒崎が事務所を飛び出した翌日には、
黒崎は必要書類などを持ってすぐにまた俺の元を訪れた。その時も上から目線で、どうせ後悔するだとか、二度と関わらないからな、泣きついても無駄だぞ、と好き勝手言っていて心底呆れてしまう。だが俺は何とも思わなかった。泣いて前言撤回するのは黒崎の方だろうと予想していたからだ。後日、何度も何度も俺の社用スマホに黒崎から電話があった。俺は、やっぱりねと呆れ、鬼のようにかかってくる電話を無視することにした。だって、もううちは契約を終了した身なのだから。俺は事務をしている従業員に、黒崎から電話があっても取り継がなくていいと伝えた。それにしてもと、俺はちらりとスマホを見る。朝一から昼にかけて、ひっきりなしに黒崎から電話があり、俺は少々うんざりし始めていた。昼を過ぎたあたりから、ようやくスマホに通知が来なくなり、俺はほっと息を吐く。その数時間後、父が慌てた様子で俺の元へ駆け寄ってきた。おい、黒崎さんが来たぞ。まさか突撃してくるとは。わかった、俺が対応するよ。父は、どうも様子がおかしいから俺も同席すると言う。俺はうなずき、黒崎の待つ工場の入り口へと向かった。入り口にいた黒崎を事務所に通すと、女性社員が人数分お茶を入れてくれる。俺の正面に座る黒崎は目が充血していて、心なしか前より頬がこけているように見えた。なんで電話に出ないんだよ。異様な空気の中でどうしたものかと俺と父が困惑していると、ぼそりと黒崎が口を開く。二度と関わってやるもんかとおっしゃっていたので、ご希望通りにしたまでですが。は、俺そんなこと言ってませんけど。しっかり言っているんだけどな。俺は心の中でつぶやき、お茶を一口すする。ところで、この度はどのようなご用件で？息子の話では、もう御社との契約は解除になっているはずですが。父が黒崎に尋ねた。途端に黒崎はみるみるうちに涙をため、ボロボロと泣き始める。まさかの光景に、俺も父もぎょっとしてしまう。黒崎は勢いよく立ち上がる。俺は契約解除を言い放った時の黒崎の行動を思い出し身構えた。感情的になり、暴力行為に及ぶと思ったのだ。しかし黒崎は俺の予想に反して、申し訳ございませんでした。もう一度契約をさせてください！と床に手をついて土下座をし始めた。父と一緒にポカンとしている間に、黒崎は何があったのかを語っていく。契約解除を宣言されてから数日後、黒崎は上司の部長に、うちの納品が滞ってるがどうしたのかと尋ねられたそうだ。ちょうどその時に契約解除についての書類が手元にあった黒崎は、意気揚々と上司に書類を提出し、あんなじいさんだらけのボロ工場、信用に値しないんで契約を切ってやりました。と得意げに報告したんだとか。途端に部長は顔面蒼白になり、嘘だろと震えた声でつぶやいた。それから我に返った部長に、かなりきつく怒鳴りつけられたそうだ。それはそうでしょうね。話の途中で俺はうなずいた。何せうちが黒崎の外資系メーカーに納品していた製品の中には、特許が使用されているものが多く含まれている。特許製品というだけあって、黒崎の会社の製造物の心臓部に使用されることも多く、うちとの契約解除はかなり致命的なのだ。前任の上原さんの引き継ぎで、その重要性はきちんと説明されていたはずだったのだが、
黒崎は真面目に返事をするだけでほとんど聞き流していたらしい。せっかく上原さんが用意してくれた資料も全く目を通していなかったのだとか。これで担当だというのだから笑ってしまう。だってこんな少人数の工場でそんな重要な部品を作ってるなんて思わないじゃないか。勘違いは誰にだってあるでしょ。期待外れの会社の担当になったと思ってちょっとやけになっていただけなんですよ。俺が実際に呆れて笑ってしまったのを見て、黒崎が勢いよく言い訳をする。あなたは表面ばかり見て本質を見なかったからこうなっているんですよ。少なくとも上原さんの話をきちんと聞いていれば、こんな状況は回避できたのではないですか。隣で父もうんうんとうなずいていた。黒崎は悔しそうにはがみしていたが、力なくうなだれる。せめて特許が使用されていない部品だけでも何とかしようと、うちに突撃する前に他の会社や工場を当たってみたのだが、どこも黒崎を相手にしなかったという。それも当然だ。この辺りでうちの工場の名前を知らない会社はない。職人同士の横のつながりも強く、うちに失礼を働いたとあっては、どこも相手にしてくれないだろう。うちが暴言を吐かれ、あなたに一方的に契約解除を宣言された話は、もうこの辺りで知らない会社はないでしょうな。父がそう言って笑った。父は社長業を引退したが、未だに同業の会社社長たちと交流が深い。契約解除を言い渡された晩も、父は飲みに出かけていた。父はおそらく酒の席で、こんなひどい目にあったと愚痴を吐いたに違いない。黒崎は涙と鼻水を流して謝罪した。このままだと俺はクビだ。それにもしかしたら損害賠償を。せっかくいい大学を卒業していい会社に入ったのに、俺の人生こんなはずじゃなかったのに。あまりに取り乱して謝罪の言葉に本音が混じってしまっている。誠意ある謝罪とは程遠い。自己保身のためだけの謝罪だというのは明らかだ。俺と父が冷たい目で見ているのに気づき、黒崎は声を張り上げた。こんなに泣いて謝っているのにあんまりだ。泣いてすがりついても撤回しないとおっしゃったのはあなたでは？俺はすかさず黒崎の言葉をブーメランのように返してやる。黒崎は目を大きく見開き、口をパクパクさせた。自業自得ですよね。父がティッシュを箱ごと差し出しながら黒崎に言う。これはおそらく優しさではない。父としては黒崎の涙と鼻水でこれ以上うちの事務所の床を汚してほしくなかったのだろう。そこへ控えめなノック音が事務所に響いた。俺が返事をすると従業員として働く母が困惑した表情で顔を覗かせる。あの、黒崎さんの上司さんがお見えですけど。母が言うと、部長が、と黒崎は悲鳴を上げた。俺がうなずくと母がどうぞこちらへと部長を事務所に通す。母は俺たちを心配そうにちらりと見ると退出していった。部長は挨拶をし、俺と父に向かって深く頭を下げる。この度は黒崎が大変申し訳ございませんでした。部長が言うには、うちとの契約解除を知るや否や、支社長に電話で報告し、俺たちへの謝罪や今後について話し合っていたそうだ。その間、黒崎には待機を命じていたらしいが、黒崎はいても立ってもいられずに、一人で何とかしようと、特許に関係ない部品を求めて、他会社へ突撃したり、こちらへ勝手に謝罪に来てしまったというわけだ。ちなみに、支社長は出張中で、どうしても一緒に来れなかったという。
本当に、何と謝罪したらいいか。俺と父は顔を見合わせうなずき合った。部長さん、せっかく来ていただいたのに恐縮ですが、私どもは今のところ契約を結び直すつもりはございません。本当に誠意ある謝罪を受けたのなら話は別でしたが、黒崎さんの謝罪は、およそ謝罪とは言えない、自己保身による言い訳ばかりでした。俺の発言に、黒崎は、そんな、と声を上げ、部長の足元にすがりつく。嘘です。俺はしっかり誠心誠意謝罪しました。本当です。部長は黒崎の手を振り払う。そして黒崎の頭を床に押し付けながら、自らも土下座する。お話はわかりました。黒崎を上原の後任に推薦した私にも責任があります。これ以上はご迷惑ですので、今日はこれにて失礼いたします。本当に申し訳ございませんでした。部長はそう言って、嫌がる黒崎を引きずっていく。最後に部長が深く頭を下げ、パタンと事務所の扉が閉まる。ようやく静けさが戻った事務所で、俺と父は脱力した。後日、外資系メーカー日本支社の支社長が秘書と共に謝罪にやってきた。黒崎は損害と会社の信用に傷をつけたとして懲戒解雇。黒崎を特別扱いし、上原さんの後任に推薦した部長も降格処分になったそうだ。解雇だけでなく、損害賠償も請求された黒崎は、最後の最後まで泣いて許してくれとすがっていたそうだ。社員に目が届いていなかった私にも大いに責任があります。本当に申し訳ございませんでした。その後も俺たちは話し合い、納品時の条件を以前よりも優遇するのを条件に、再度契約を結び直すことになった。何より、支社長の誠実な謝罪の言葉と態度、そしてうちの特許部品に対する熱意ある言葉が大きい。町工場だから、下請けだからと、黒崎のように俺たちを馬鹿にする人間はきっと他にもたくさんいるだろう。しかし中には支社長や上原さんのように俺たちを理解してくれる人たちもいる。俺は卑屈にならず胸を張って仕事をしていこう。今度の依頼は、これか。俺はショッピングモールの資料を手に取って、にやりと笑った。なんだか嬉しそうですね。そう言われて、俺は答える。まあね、ちょっと、わけありなんだ。俺はもう一度資料に目を落とした。俺の名前は神山春人、32歳の建築デザイナーだ。俺は昔から建築家だった父の仕事に憧れていた。父は俺の憧れであり目標だ。でもそんな父は、俺が中学校の時、交通事故に遭い他界した。母は今まで主婦だったので、パートを掛け持ちするようになる。俺には兄がいて、当時高校生だった兄もアルバイトをしていたから、家事は俺が担当していた。俺はその頃すでに建築家を目指していたが、家の経済状況を考えると、大学には行けないかもしれない。そう思い、建築家のある高校を目指すことにした。俺は昔から頭の回転が早いと言われていて、友人に言わせると、敵に回したくないタイプだそうだ。よく野心家だとも言われていた。昔はなんでそんなことを言うんだと思っていたが、今では自覚している。とはいえ、俺を敵に回す奴もいた。忘れもしない。同級生の豊かだ。父が他界して母子家庭になると、うちは貧乏になった。もちろん父の貯金や保険はあったようだけど、母は俺の学費や何かあった時のためにと貯金を取っておき、生活費はパートを掛け持ちして稼いでくれた。今までみたいな生活ができなくなってごめんね。という母だが、必死で働く母の姿を見ると、何も言えない。家は売り払い、アパートに引っ越した。
その時、俺は将来自分の家を建ててやると心に決めた。貧乏なことを馬鹿にされたくなくて、俺は成績上位を保つ。しかし、豊はようやく俺の弱点を見つけたと言わんばかりに、貧乏人だと馬鹿にしてきた。豊は小学校の時から同じクラスで、何かと俺にライバル心を燃やしている。豊の父親は地元企業の社長で、かなり裕福なようだ。それを鼻にかけている豊は、周囲から嫌われていたが、本人は鈍感なようで気づいていない。豊は勉強でも、スポーツでも、自分より目立っている俺のことが気に入らなかったらしく、何かと敵視してきた。そして、俺が貧乏になった途端に、貧乏人が同じクラスなんて、心機臭い。お前の家ボロアパートだよな。と言ってくる。あまりにも頭に来て掴みかかったこともあるが、友人に止められたこともしばしば。特に親友の高博は、あんなの放っておけよとよく言っていた。中学を卒業する頃には俺も自分から手を出すなんて馬鹿らしいと悟り、豊のことは無視できるようになっていた。高校生になると俺は公立、豊は私立だったので、ようやく離れられる。でも、最寄り駅が同じで、学校への距離も同じくらいだったから、よく駅で出くわした。その度に、貧乏人、元気か?と声をかけてくる豊を無視したものだ。俺は高卒で建築業界に足を踏み入れたが、豊は名門大学に入ったらしい。貧乏人は大学にも行けないんだなぁ。と、馬鹿にされたことは、今でも覚えている。でも俺は、大学で勉強するよりも、早く現場に出たかった。建築事務所に就職した俺は、早く一人前になりたくて、仕事は何でもやったし、勉強もたくさんした。社長に気に入られ、いろいろあって、今は会社を任されている。忙しい毎日だったが、ある日、中学の同窓会の知らせが届いた。中学からの親友の高博が連絡をくれて、俺も参加することにする。同窓会の日、俺はホテルの会場に向かった。早速、懐かしい仲間に会って、昔話に花が咲く。するとそこへ、あ、貧乏人も来たのかよ。と、背後から声がした。こんなこと言うのはあいつだけだろ。振り向くと予想通り豊の姿がある。豊は同級生から嫌われていたので、周りの友人も迷惑そうな顔をする。昔なら頭に血が昇っていたが、俺は笑って答えた。よう、二代目社長。俺が豊に向かってそう言うと、豊はにやりとする。あれ、お前みたいな貧乏人でも、そのこと知ってるのか。やっぱり俺って有名人だもんな。しかし参ったよ。親父がいきなり倒れたからさ、この若さで社長だよ。口ではそう言いながらも、顔はニヤニヤと笑っている。地元企業の社長だった豊の父親が半年ほど前に倒れたらしく、長男の豊が二代目社長となったそうだ。そこに建築する予定のショッピングモール、うちの会社のだよ。親父が前々からやってた仕事なんだけど、突然告げって言われて困ってるんだよな。あんだけ大きいプロジェクトだから、責任重大なんだよ。豊は遠回しに自慢をしてくる。周りの友人はよく思っていないが、俺は笑った。そりゃ大変だな。まあ、頑張れよ。豊は、きっと俺が悔しがると思ったんだろう。でも、俺がそんな素振りを見せないので、イライラしているようだ。貧乏人は何やってるんだよ。どうせろくな仕事にもついてないんだろう。豊がそう言ってくるので、俺は、
建築業だよ。まあ、それなりにやってるさ。と答える。すると、豊は笑い出した。建築業？建設作業でもしてんの？やっぱり高卒の貧乏人ってろくな仕事できないんだな。俺は、その言葉には腹が立った。俺が現場でお世話になるのは、そういった作業員だからだ。彼らは俺のできない仕事をしてくれるし、俺は尊敬をしている。だから、そんな言い方をされるのは気に入らなかった。それに、俺の隣でワインを飲んでいる親友の高弘は、父親の会社で建設作業員として働いている。お前な、普通そういうこと言うか。お前の会社だってお世話になってるだろ。そう言ったけど、豊は、はぁ？俺は奴らを使ってやってるんだよ。と笑った。俺は頭に来て言い返そうとしたが、それを高弘が止める。ハルト、お前が切れてどうすんだよ。高弘は豊に向かって、俺、親父の会社で建設作業員してるけど、お前のとこのショッピングモールに関わる予定だ。という。豊は、ああ、お前も貧乏人だもんな。俺に口答えするの？俺は社長、お前は下請けのただの作業員だろ。本来なら俺と口が聞けるレベルじゃないんだぞ。同級生のよしみで話してやってるんだよ。と言い出した。高弘はファッションや流行に無頓着だったから、見た目は昔から地味だったけど、実は家が裕福なのは知っている。貧乏になった俺とも変わらず接してくれて、高弘にも、その家族にも感謝してるんだ。そんな親友を馬鹿にされたのが悔しくて、思わず手が出そうになったが、また高弘に止められた。でも、俺は怒りが収まらず、相変わらず周りが見えていないんだな。そんな社長で、お前の会社大丈夫か？と言うと、豊は俺を睨みつける。うるせえ。貧乏人のお前に言われる筋合いはないんだよ。そう言って去っていった。その背中を見た高弘が、ハルトは昔から人のことになると熱くなるんだよな。あんなの放っておけばいいんだよ。と言ったので、俺は意気消沈して、ごめん。と謝った。その後、高弘がワインを渡してくれたので、談笑しながら飲んでいると、突然、背後に気配がする。そして、次の瞬間、頭から冷たい液体が流れた。俺は何が起こったかわからずに固まってしまう。高弘が、こちらを向いて、何やってんだよ！と叫んだ。俺がようやく後ろを振り向くと、ニヤニヤしながらワインボトルを持つ豊の姿があった。ああ、俺はこいつに頭からワインをかけられたのか。頭に来すぎて逆に冷静になってしまう。豊は俺を見て大笑いしながら、貧乏人は汚ねえから消毒してやるよ！と言った。高弘が豊かにつかみかかろうとしたので、今度は俺がそれを止める。こんなバカ、放っておけばいいんだろ？俺がそう言うと、高弘は豊かを睨みつける。俺は豊かに向かって、ああ、どうすんだよ、この服。と言うと、豊は俺を馬鹿にしたように笑う。貧乏人の着る安物の服だろ？俺はため息をついた。はぁ、高かろうが安かろうが、お前に汚していい権利なんかないんだよ。そう言って濡れたところを拭いて、俺はスマホでメッセージを送信した。ハルト、俺、どこかで代わりの服調達してこようか？高弘はそう言ってくれたが、俺は首を横に振った。
豊はニヤニヤと笑っているので、俺は。お前社長なのにこんなことするのか。社員がかわいそうだな。という。豊は言い返す言葉が見つからないのか。俺を睨みつけて立っているので、俺は続けた。一人の人間としてもおかしいし、さらに立場を考えない浅はかな行動だな。お前社長なんだろ。お前の行動一つで他の社員に迷惑がかかるとか考えたことないのか。すると豊は眉間にシワを寄せて口を開く。はあ？社員は俺に従えばいいだけ。社長は俺だからな。お前みたいな貧乏人に何がわかんの。豊は怒った表情でキビスを返して出て行った。高弘はその姿に怒っている。なんだよあいつ、さっきのことが気に入らないなら標的は俺のはずだろ。お前が怒ってどうするんだよ。バカにする対象は誰でもいいんだろ。あいつ俺には昔から突っかかってきてたし、ちょうどいいとでも思ったんじゃないの。周りの友人も大丈夫かと近寄ってきた。豊かのやつ、昔から気に入らなかったけど、ますます嫌なやつになってるな。あんなのが社長なんて信じられないよ。親が社長だと人生楽なんだろうな。高弘がそう言うと周りの友人もうなずいたので、俺はそれを笑った。どうだかね。俺のにやりとした笑いに高弘は、まあ確かに今春人を敵に回すなんてあいつもバカだよな、という。しばらくすると会場の外で豊かの声がした。君、名前は？ちょっと待ってよ、俺社長だよ、と妙に楽しそうな豊かの声。ドアは開いたままで、俺たちは廊下側にいたから廊下の話し声も聞こえてきたのだ。どうやら豊かは誰かを口説いているようだ。やめてください、という女性の声にハッとして、俺と高弘は廊下に出た。俺が豊かを止めると、うるせえな貧乏に、俺みたいな社長にはこのくらいの美人が似合うんだよ、と目の前の女性を指して言う。豊かは、それにどこかで会ったことある気がするんだよな。これは運命かもしれない。俺たち結婚するしかないんじゃない、と古臭い口説き文句を言っている。しかし高弘が笑いながらその言葉を遮った。ははははそれは無理だな。目の前の女性は俺のワインで濡れた姿を見て、タオルを差し出して口を開く。もしかして相手はこちらの方ですか。俺がうなずくと彼女は言った。そうでしたか。私、あなたとはお会いしていますよ。私のことを忘れるなんて、あなたどうかしてるんじゃないですか。そう言われた豊は不思議そうな顔をする。彼女は続けて、あなた、3億失ったわよ、と言った。は？豊はそう言ったが、彼女はそれを無視して、俺に紙袋を手渡してくる。車にあったのがスーツだけだったので、ひとまずこちらにお持ちしました。俺はそれを受け取って、ありがとう、ひな、と言う。彼女は一瞬笑ったが、次の瞬間、目をつり上げる。社長、危機管理がなってないんじゃないですか？それに、時間はすでにオーバーしています。俺はその言葉に思わず後ずさりし、ああ、ごめん、と言った。それを見ていた豊が、は？どういうことだ？と言ってくる。俺は、
俺の秘書、それから俺の妻のひなだ。と笑うと、豊は目を丸くする。え、こんな美人が秘書、妻、なんで、それに3億って。高弘が豊を見て笑った。お前、ショッピングモールの建築デザイナーの名前忘れたの？そう言われて豊は考え込む。確か神山春人。え？俺はひなが持ってきてくれた荷物の中から名刺を出して豊に渡した。俺、婿養子なんだ。だから名字も変わってる。会社はひなの父親から継いだ。ひなは一人娘だし、うちの実家は兄が継いでいるから、俺が婿養子になっても問題なかった。俺は今、建築デザイナー兼社長だよ。豊は名刺と俺の顔を交互に見て驚いている。俺は続けた。ショッピングモールの総合的なデザインを依頼されたけど、俺はまだ答えを出していない。前社長、つまり豊の父親は、俺のデザインを気に入ってくれて、ぜひと言ってくれてたけど、前社長が倒れたから、二代目社長は、俺が挨拶に行っても建築デザイナーごときに会う必要はないとか言って無視。デザインの候補をひなに何度か届けてもらったことがあるが、連絡もろくにしてこない。ああ、ひなの顔に見覚えがあるのはその時だろ。そう言うと、豊の顔はどんどん青くなっていく。ひなは仕事中、メガネをかけて地味な格好をしているが、今日は仕事ではないから、いつもよりおしゃれをしている。だから、なんとなく見覚えがある顔程度なのかもしれない。ひなはそれを見ながら、ハルト社長が断れば、ショッピングモールの計画は頓挫。あなたの会社の損害は、3億はくだらないですね。と冷たく言った。高弘も笑って、前社長がハルトのデザインありきで進めていた計画だろ？断られたら3億どころじゃないんじゃないの？と言うと、豊は顔面蒼白になる。俺、前社長からこの依頼を受けた時、豊が父親の会社で働いてるの知ってたし、馬鹿にしていた俺がここまでの建築デザイナーになったって、ようやく豊に知らしめることができるって思ったんだよな。でも、お前が社長になってから連絡もろくにないし、どうせならこの依頼、断った方がお前のダメージは大きいかもな。俺がにやりと笑うと、ひなが口を挟んだ。社長は野心家なので、父の事務所に入ってきてから、どんどん仕事を受け負い、勉強もして急成長しました。おかげで今では、名の知れた建築デザイナーです。仕事はいくらでもあるんですよ。高弘もうなずき、ハルトは親に自分のデザインした一戸建てをプレゼントしてるし、自分の夢を叶えて親孝行までしてるんだ。親から受け継いだ会社で偉そうにしているお前とは大違いだな。という。俺は照れながら頬をかいた。すると、今まで青い顔で呆然としていた豊が、財布からお札を出して。これ、クリーニング代だ。いや、クリーニング代です。と言ってくる。俺は首を横に振った。それをもらってどうしろと。自分がやったことには責任を持て。金持ちだ、貧乏人だって差別して、人を馬鹿にして。そうやって生きてきたんだから、報いを受ければいいだろ。前社長には俺から連絡しておく。覚悟しとけよ。冷たく言い放つと、豊は土下座を始めたが、高弘が無視して俺に言った。あーると、時間過ぎてんぞ。いい加減にしないとひなちゃんにまた怒られるんじゃないの？俺がひなを見ると、ひなが頬を膨らませた。今日はひなの誕生日。同窓会の予定を途中で切り上げてお祝いする予定だ。しかし、この騒動ですっかり遅くなってしまった。
俺はヒナに頭を下げて急いで車に向かった。その後、自宅療養中の前社長に連絡をして一連の騒動を報告。すると前社長は、あいつに任せた私がバカだったと大激怒する。そこで、実は豊は正式に社長になったわけではなく、社長代理だったことを知った。あんな社長でも経営が成り立っていたのは、豊の弟が秘書としてついているからだということも、前社長から聞かされた。結局、豊は解雇され、実家からも追い出されたという。豊から、お前のせいだとしつこく連絡が来て、さすがに迷惑だったので、この間、ワインをかけられて服や時計がダメになった。慰謝料を払わないなら、暴行罪で訴える。と伝えた。すると、電話はなくなったが、慰謝料は払われなかった。その後、豊の弟が正式に社長に就任。彼が謝罪に来てくれたので、慰謝料の件を伝えると、すぐに豊から慰謝料が振り込まれた。豊は定職にもつけず、貧乏生活に転落しているらしい。豊の弟は、なかなかできる人だ。俺は、正式な二代目社長の手腕に期待している。彼が社長なら、と、俺はショッピングモールの件を快諾。現在建設中で、完成が今から楽しみだ。お前、また発注間違えたのか？パソコンの入力をしていると、上司の声が降ってきた。え、いつのですか？俺がそう聞き返すと、上司は発注用紙を突きつけてくる。これが発注を頼んだ数。こっちが届いた商品だ。俺はその数字に見覚えはなかった。つい数日前のことで、俺は割と発注した数字を覚えている方なのだが、上司の提示する数字に覚えがない。首をかしげる俺に、今度やったら首だからな。と言って上司は去っていった。俺の名前は大地。40歳の会社員だ。うちの会社は食品メーカーで、俺が担当しているのは主に調味料だ。営業も行くが、発注などの事務作業もしている。しかし最近、上司である井川が何かと俺に突っかかってくる。他部署から来た井川は、俺よりも10歳以上年上だし、社歴も長い。でも、仕事ができるかというと疑問だ。この間の人事効果面談で俺はひどい目にあった。効果面談は半期に一回部長と面談をするのだが、この内容でボーナスや昇進も決まる。中野くん、君前回のボーナスが高いね。それに見合った仕事をしたのか？そう聞かれたので、俺はその理由を答える。今、中華料理店に卸している調味料の開発をしたんです。中華料理店をやってる友人がいろいろアドバイスをしてくれて、素晴らしい調味料ができたんです。この調味料はすぐに顧客がつき、今では中華料理店を中心によく売れている。この功績のおかげで、俺はこの会社に入って一番多いボーナスをもらった。俺はこの売り上げを自慢に思っているし、今度はお店じゃなくて個人向けに販売できるよう営業していて、今取り扱ってくれている店も拡大している。先日も置いてくれるという店舗が増えたんです。この調子で拡大していきたいと思っています。胸を張って言ったが、部長の反応は想像と違っていた。井川は鼻で笑う。はっ、たかが調味料一つでそこまで胸を張られてもな。まあ20年近く働いていて成果という成果を出したのはこれが初めてというところか。それなら仕方ないかもしれないが、こんなビビたる売り上げで得意になるのは恥ずかしいぞ。俺は井川の言葉に肩を落とした。井川の前の部長は俺の功績を褒めてくれて、これからも頑張るようにと肩を叩いてくれたのに、この差はなんだ？今回のボーナスは期待しないことだな。井川はにやりと笑った。井川は俺のボーナスの件が相当面白くなかったらしい。
それ以来、井川はやたらと俺に突っかかってくる。昨日の営業先、これだけしか契約取れなかったのか？俺の訪問先の受注は確かに少なかった。でも小さな店舗で初めて取り扱ってくれることになったので、ここから少しずつ契約数を上げていこうという戦略だ。部長、初めての訪問先なので、今は契約金額は少ないですが、少しずつ関係性を深めて単価も上げていこうと思っています。そう言っても井川は、何言ってるんだよ、こんなところ。俺なら最初からドーンと契約取ってくるぞ。使えない部下だな。という。俺は井川にアドバイスすらもらったことはない。でしたら、どう商談したらいいのか、アドバイスをもらえませんか？それを考えるのがお前の仕事だろう。部下を育てるのも上司の仕事ではないのか？心の声が漏れそうになったが、俺はなんとかぐっとこらえる。その翌日、今度は別の発注ミスがあったと井川から呼び出された。井川は発注書を持ってきたが、俺にはその数字は見覚えがない。俺は発注書を確認してからパソコンに発注数を入力しているし、本当に俺が間違えたのだろうか。その場では井川に対して頭を下げたが、疑問は残った。ある日、同僚たちと仕事終わりに飲みに行っていると、同僚の一人が話題を振ってくる。そういえば井川部長って元専務の義理の息子らしいぞ。専務の娘の夫なんだって。知ってたか？専務は引退済みだけど、今でも権力があるらしい。みんなが首を横に振るが、コネ入社ってこと？と、別の同僚がこそこそと言うと、みんながうなずいた。普段は上司の愚痴を言うような奴らではないのだが、どうやらみんな、井川の態度には思うことがあるらしい。俺なんてこの間部長のミスを謝罪しに取引先まで行かされたぞ。そもそもあの人は、小さいミスは日常茶飯事だし、大きいミスは隠蔽するか誰かに押し付けてないか。同僚の中でもそんな声が上がる。俺もうなずいて。俺は、発注数が違うって怒鳴られたんだけど、どれもこれも部長の発注書なんだよな。俺の見た発注書とは数字が違う気がして不思議なんだよ。それも同じようなことは今回が初めてじゃない。どうなってるんだよ。という。発注の仕事は俺だけでなく部長もする。部長は頭ごなしに俺のミスだと責めるが、どう考えてもおかしい。すると同僚が、それもしかして部長の発注書のミスを隠すためじゃないのか？と言い出した。俺もそう思う。他の同僚もうなずく。どうやらみんなが井川の動きを不審に思っている。久々に集まった飲み会で、この日は仕事の話が尽きなかった。そういえば、大地の関わったあの調味料、最近契約数増えてきてるよな。店での売り上げもいいみたいだぞ。同僚がそう言って俺を褒めてくる。でも、この間の効果面談で、部長には散々な言われようだったよ。今回のボーナスは、期待するなだってよ。俺がため息をつくと、同僚たちも効果面談で、同じようにバカにされていたという。うちの会社は年功序列だし、コネ入社じゃ、あの人のポジションは変わんないだろうな。俺たちもそろそろ転職考えた方がいいかね。俺たちはそう言ってため息をついた。今日の飲み会では、井川が使えない上司だということを再確認。でも、コネ入社じゃどうにもならないかと、同僚たちも同じ思いだった。それから数日後、俺はまた井川に呼び出される。お前、いい加減にしろ！いきなり怒鳴りつける井川。また発注ミスしたのか、このポンコツ！その勢いに、俺は口を開くことができない。井川は散々俺を怒鳴りつけ、
俺が反論できないと見ると、今度は笑い出した。さすがに反論できないだろう。お前は本当に使えないな。ここにいるだけ無駄だ。そこでようやく俺は、え?と声を上げた。井川はニヤニヤとしながら、仕事もできん無能はクビだと言ってくる。ご丁寧に退職届の文例まで持ってきて、書いて持ってくるようにという。ちょっと待ってください。俺が井川を追いかけるが、井川は見向きもせずに行ってしまった。退職届まで渡されてショックな気持ちと、井川に対する苛立ちで俺は何も考えられない。翌日は休みで友人から連絡があった。友人の名前は健太。高校時代の同級生で、今は中華料理店でシェフをやっている。何を隠そう、俺が調味料を開発するきっかけになった人物だ。健太は昔から辛いものが好きで、高校時代は激辛ラーメンや激辛カレー巡りに付き合わされたこともある。健太の両親は共働きで忙しく、健太はよく家で料理をしていたそうで、いっそ自分で美味しくて辛いものを作ってみようと研究し、たどり着いたのが中華料理のシェフだったらしい。中国で修行していたこともあったし、健太の行動力は本当にすごいと思う。そんな健太から連絡があり、会ったところ興味深い話を聞いた。実はうちの料理をレトルトにできないかって思ってるんだ。レトルト?いい考えだね。俺がうんうんとうなずくと、健太は続ける。このご時世で売り上げが落ちてテイクアウトも始めたけど、やっぱり前の売り上げには及ばないんだ。客足はだいぶ戻ってきているけど、そろそろ次のステップを考えてもいいかなと思ってさ。健太の行動力はさすがだ。こうしたいと思ったらすぐに行動に移す。食品メーカーに勤める俺にアドバイスをもらいたいという。もちろん俺にアドバイスできることはするけど、実はさ、俺会社辞めるかもしれないんだ。そう言うと健太は驚いた顔をして理由を聞いてきたので、俺は洗いざらい話した。すると、なんだよそれ、お前その上司にはめられたんじゃないのか。だって人にミスを押し付けるようなやつなんだろ。本当はその上司が発注書を間違えたけど、後から別の発注書を作って差し替えたとかじゃないの?という。その可能性は否定できないんだけど、証拠がないんだ。発注書は部長の管理じゃないから、そう簡単に差し替えられるとも思えない。でも、この間同僚とも話してたんだけど、そろそろ転職を考えてもいいかなって思って。俺と井川は業務内容的に同じような発注書を書く。井川が発注を間違え、後から俺が間違えたように差し替えすることはあり得る。しかし、発注書を管理するのは、事務の山下さんの役目だ。井川が簡単にミスをした発注書を差し替えられるとは思えなかった。健太に話すと、自分が会社を辞める方向に気持ちが傾いているのだと、自分自身で確認することになった。健太の話を聞きに来たのに、結局俺の話を聞いてもらってしまい、なんだか申し訳なくなる。でも健太は、気にするなよ、俺だってお前には世話になってるんだから、と言ってくれた。週が明けて出勤すると、俺は井川に退職届を出しに行った。だろうな、お前みたいな無能はいらないからな。井川は笑う。私が今まで担当していた取引先は誰に引き継いだらいいですか。俺が言うと井川は、お前の担当なんて大した量じゃないんだから、俺が引き継げば問題ないだろう。まあ俺が担当したら売り上げが倍にはできるな。そうなったらお前の面目丸つぶれだな。ま、そうなる前に退職できて何よりだな。とニヤニヤしながら言ってきた。俺は井川の態度を無視して、わかりました。では、引き継ぎ書を作っておくのでお願いします。という。それから半月後、
俺の退職する日がやってきた。俺は昨日までに取引先に挨拶を済ませている。お世話になった他の部署の上司に挨拶に行って戻ってくると、井川が血相を変えて俺に駆け寄ってきた。中国語で苦情電話が殺到してる。なんか俺の名前を連呼するんだが、日本語で聞き返しても話にならない。怒ってるみたいだし、多分苦情だ。意味がわからない。どういうことだ。なんとかしろ。やつき早に言う井川。俺はその言葉に笑ってしまった。それ、全部俺の担当している取引先だと思います。部長に引き継ぐことを話してありますので、これからはすべて部長宛に連絡が来ますから、お願いしますね。一つだけアドバイスをしておくと、引き継ぎ書に書いてありますが、だいたい半月に一度は取引先に様子を聞いて、次の発注をしていたんです。部長から連絡もないし、商品も届かないし、それで苦情になっているんだと思いますよ。そう言うと、井川は眉間にシワを寄せて言う。なんで中国語なんだ？俺は、井川を哀れんだ目で見る。取引先は中華料理店が多いんですよ。相手がみんな日本人だと思ったんですか？後のことはお願いしますね。まあ、うちの部署では、僕しか中国語話せませんが。井川は途端に青ざめる。おい、俺には中国語なんて無理だ。なんとかしろ！慌てている井川に向かって俺は言った。俺、友人が中国にいたことがあるんで、遊びに行っていたことがあるんですよ。大学の夏休み、ほとんど向こうで過ごしたこともあるんで、中国語が話せるようになりました。俺の担当している取引先は、友人のつてもあり、中国人のオーナーがほとんどなんですよ。中国語で取引できる方が楽だからって、俺が話せることを知って取引先を変えてくれたところもあります。それに、こまめに状況を聞いて発注数の調整もしていましたからね。だから中国語が話せないとなると、取引先を失うことになるかもしれませんね。事情を説明してから俺は続けて。じゃ、首なので失礼します。と笑いながら言う。井川は、え？と言った後に慌てて。あ、ちょっと待て。この取引先が全部なくなるってことか？そんなことしたら、俺の評価に響くだろう。何考えて、いや、退職は考え直せ。と言ってくる。他の社員や事務員も、俺たちの会話に聞き耳を立てて、ちらちらこっちを見ている。するとその時、同僚が井川のところへやってきた。部長、これ、お願いします。そう言って出したのは、退職届だ。え？と、井川が固まっていると、他の同僚も、俺も、お願いします。と言って、退職届を出した。お前ら、どういうことだ？井川は怒鳴り散らす。同僚は、気に入らなければ怒鳴り散らす上司に疲れたんですよ。という。俺もうなずき。俺たち、転職先が決まっているんです。それに、部長の行いを見ていたら、これ以上ついていけないって思ったんですよ。と言った。井川は、俺たちの顔を見回す。俺は続けて口を開いた。部長から何度も発注ミスをしているって言われて疑問だったんですよね。部長にはめられているんじゃないかって疑ったんですが、証拠がなくて。しかも発注書を管理しているのは部長じゃない。そう簡単に発注書を差し替えられるかと思ったんです。それをこいつらと話しているとき、有力な情報を得たんですよ。俺たちは、にやりと笑う。同僚が、俺に続いて。発注書を管理しているのは、事務の山下さん。部長、お付き合いされてるんですってね。それなら、発注書を差し替えるくらい簡単かもしれません。と言った。その瞬間、井川が固まるのがわかる。
実は同僚がこの前偶然井川と山下さんがホテルへと入っていくのを見かけたのだ。それから二人の様子に注意し情報を集めるとどうやら深い関係だと分かった。俺はその様子を見て口を開いた。あれ、でも部長は元専務の娘さんとご結婚されているんですよね。井川の顔色がどんどん青くなっていく。それってつまりどういうことですか？俺が井川を問い詰めると、何を言ってるんだお前らは、と青い顔で言う井川。山下さんは視線をそらしている。俺はにやりとして、つまり部長は奥様がいながら山下さんと浮気をしていた。その山下さんに頼み俺に渡した発注書のミスを隠すため、正しい発注数が書いてある発注書に差し替えた。そして自分のミスを俺に押し付けた。そういうことですよね、と言った。部長は青くなっていたが、ちょうどその時就業時間になったので、ではお疲れ様でした、と言って俺は部長に背を向ける。同僚も俺に続いた。同僚から聞いた話によると、翌日会社には元専務とその娘、つまり部長の妻が乗り込んできたそうだ。部長の妻は昔うちの会社で働いていたらしく、その同僚が今も事務員をやっている。昨日も聞き耳を立てていたので、そこから部長の妻へ連絡が行ったのだろう。ちなみにその日、山下さんは会社を無断欠勤したらしい。すごい聞き察知能力だ。俺の取引先からは、担当が変わるなら取引をやめるという電話が相次ぎ、部長は双方の対応に追われた。しかし何一つ解決せず、取引先からの契約は打ち切られ、さらに部長は離婚の危機に。激怒した元専務が社長に話をしてくると言って消えたそうなので、降格もあり得るだろう。その修羅場ちょっと見たかったな。話を聞くだけなら面白かったので俺はそうつぶやくと、同僚は、いやいや、あれは地獄だよ。旗から見るだけでやばかったんだから本人は相当なもんだよな、という。ま、いろいろ自業自得だな、と俺が言うと同僚たちもうなずいた。さらに同僚が退職する日には部長は降格して他の部署に飛ばされたという。山下さんの姿は見なくなり、どうやら部長は慰謝料を請求されて離婚され疲弊しているらしいと噂になっていたそうだ。俺は会社を辞めた後に健太の店のレトルトの商品開発に携わっている。というのも同僚の一人が小さな通販会社の取引先に掛け合ってくれて、そこで販売ルートを確保。俺の昔の取引先の製造メーカーに聞いたところ、興味を持ってくれて製造してくれることになった。俺は退職した同僚たちと一緒にこの通販会社に就職した。今は健太の店の商品が主力となり、売り上げも好調だ。上司のストレスもなくなって今ではのびのびと楽しく働いている。ひろきくん、こっちはどうする？俺は従業員に呼ばれて急ぐ。いいんじゃないですか？あとこっちはこうしましょう。そう指示を出すと、さすがだな次期社長、と言われ和気あいあいとした雰囲気が漂った。まさかそんな俺たちをどん底に落とす事件がこの後に待ち受けているとは思いもしなかった。俺の名前はひろき、40歳で父の経営する町工場で働いている。少し前に父に病が見つかって療養中なので、今は社長代理として頑張っている。従業員は少ないが、みんな家族のような雰囲気で、父の心配をしてくれたりお見舞いに来てくれたり、いい関係を築いていた。うちの工場は今大きなプロジェクトのために動いている。とある企業から持ちかけられた商品開発だ。すでに5年の月日をかけ、特許技術を使った試作品がそろそろ完成しそうというところ。相手の企業は地元のメーカーで、これから全国展開していく商品が欲しいと言ってうちに相談をしてきた。
父がその開発を承諾し、従業員が一丸となって取り組んでいる。俺が社長代理になってからは、進展があるたびに父に報告した。いよいよ完成か。療養中の父も嬉しそうに笑う。これが全国区になれば、うちの知名度も一気に上がるだろう。正直、町工場は経営が苦しくなってきているし、今のままずるずる行ってしまうと、行き先は不安だ。他に大手企業からの受注もしているのだが、そちらは数が少なく、いつ契約を切られてもおかしくない。だからこそ、うちとしてもこのプロジェクトにかけている。そして、それがいよいよ完成するのだ。満を持して完成した作品を届けるため、俺は担当者に連絡を取った。そこで、とんでもない事態が起こったのだ。え、やめた？ずっと担当してくれていた部長が突然辞めてしまったという。新しい部長が引き継いでいるからと電話を代わる。新しい部長の名前は橋田。ああ、なんかそんな話あったな。電話を取るなり、ろくな挨拶もせずにそう言ってきた。でも、たかだか町工場が作った製品だろ。使い物になるかね。なんとも失礼なことを言ってくる。でも、俺はぐっとこらえて、私たちの自信作ですので、ぜひ見てもらいたく。と言うと、橋田は俺の言葉を遮った。ああ、とりあえず持ってきて。明日の14時。俺忙しいからここ以外は開けられないんだ。遅刻するなよ。なんとも上から目線で勝手にアポイントの時間を決めてきた。しかも次の瞬間には電話が切られている。俺は重いため息をついた。翌日、俺は時間より早く先方に着く。橋田のところに案内をしてもらうと、ああ、町工場の。とニヤニヤされた。その後も、俺が名前を名乗っているにもかかわらず、町工場と呼んでくる。町工場であることを恥ずかしいなんて思ったことは一度もないが、見下されているのが透けて見えて、いい気分はしない。しかし、この試作品には、うちの社運がかかっていると言っても過言ではない。つまり、受け取ってもらえないと困るのだ。早速ですが、こちらが試作品になります。俺は、なるべく下手に出て試作品を渡そうとした。その時、受け取ろうとした橋田が、いきなり手を引っ込めたのだ。俺は試作品を守ろうと、とっさに抱えて転がった。床に転がる俺を、文字通り見下す橋田。そんなものはいらん。え？俺は眉間にシワを寄せる。橋田は笑いながら、そんな顔しても無駄だ。試作品ということはこれで納得のいかないところがあればまだ製品化はできないんだろ？という。俺はすぐに反論した。ああ、いえ、前任の担当の方と長年お話ししてきて、これが完成形なんです。うちとしてはすぐにでも製品ができる自信作です。俺はゆっくりと立ち上がる。しかし、橋田は腕を組みながら試作品を受け取る気配はない。前任者が何て言ったか知らないけど、町工場の製品なんてうちとしては迷惑なんだよな。ブランドってもんがあるだろ。町工場で作ったというだけで価値が下がる。そう言って、橋田は笑う。俺は頭に来たが、なるべく冷静に返した。そもそも、前任の担当の方はどうされたんですか？橋田は、興味なさそうに視線をそらす。ああ、あいつならリストラだよ。リストラ？仕事ができる人だったのに、そんなことありえるのか。俺は思わず大きな声を出してしまった。すると、橋田は不機嫌になる。うちの会社の事情だ。これ以上は話せん。それはそうだが、なんだか腑に落ちない。とはいえ、これ以上は何も聞き出せそうになかった。それに、俺はまず自分の使命を果たさないといけない。俺は試作品を握りしめ、
もう一度言った。すぐに製品化できる商品です。特許技術も使っていますし、話題になると思います。橋田は、しつこいなぁ。と言った後に笑い出した。時代遅れの町工場はもういらないんだよ。試作品も資料も全部捨てとけ。そう言って試作品を抱えたままの俺を突き飛ばす。俺の姿を見て馬鹿にしたように笑う橋だ。俺は怒りを抑えてなんとか口を開いた。それはもう御社との関わりがなくなるということでよろしいでしょうか。橋田はニヤニヤしながら言う。そういうことだな。俺は橋田をしっかりと見た。後悔しますよ。その言葉に橋田は盛大に笑い飛ばす。はぁ、後悔？町工場との取引がなくなったところで後悔なんかしないだろ。ほら、さっさと出てけ。橋田に追い払われて俺は退出した。怒りがこみ上げてきたが、俺はなんとか橋田を見返してやりたいと考える。すると会社を出たところで一人の若い男性社員が声をかけてきた。すみません、以前成田と一緒に工場へお伺いしたものですが。成田というのは前の担当者、つまり橋田の前任の部長のことだ。そう言われて俺は成田さんが前に新入社員に現場を教えるためと言って工場に連れてきた社員だと思い出す。彼は成田さんがリストラにあった経緯を教えてくれた。平社員なので詳しくは知らないが、上層部が変わり同族経営になったという。徹底的に利益を追求するようになり、役職者も見直しが入ったそうだ。成田さんは人情を重んじるような人で、利益よりも質を求めている節があったが、そこに目をつけられリストラされたらしい。取引先にも連絡をしたかったそうだが、突然のリストラで取引先の連絡先を持ち出すこともできず、そのまま退職させられたという。それで成田さん、今ここにいるんですよ。そう言って資料を出された会社は、いわゆるここのライバル企業だ。え、ここって御社のライバル企業ですよね。俺は耳を疑ったが、彼は成田さんの連絡先をくれた。僕からも連絡しておくので、もしよかったら連絡してみてください。その作品なんとかなるかもしれません。そう言われたので俺は成田さんに連絡をしてみることにした。ひとまず工場に戻り従業員に報告すると、みんなが肩を落とす。当然橋田への怒りをぶつける者もいた。でも俺は前の担当者である成田さんのことを話し、そちらの企業に売り込みをかけるつもりがあると話す。ライバル企業に？と驚く者もいたが、いいんじゃないですか、もしそれで売れちゃったら仕返しにもなりますよ、とにやりと笑う者も多く、俺は決心がついた。早速成田さんに電話をしてみると、成田さんは俺に平謝りしてくる。俺は橋田に言われたことを話すと、成田さんが試作品を見せてほしいと言ってきた。転職先でも似たような仕事をしていて、転職の経緯を周りが知っていることもあり、成田さんはうちの試作品を扱いたいと思っているらしい。俺は目の前に希望が見えた気がして、すぐにでもお伺いしますと言ったのだが、成田さんが足を運んでくれるという。数時間後、うちの工場に成田さんが来た。ひろきさん、連絡をくれてよかったです。お父さんの具合はどうですか？成田さんはそう言ってからもう一度俺に謝罪をした。もう謝ってもらうことはない。それよりも、作品見てもらえませんか？自信作ですよ。俺は試作品を渡す。成田さんは細かいところまで見てうなずきながら、構造や特徴をこと細かに聞いてきた。一通り説明し終わると、素晴らしい、これならすぐに商品化できますよ、と成田さんはうなずく。成田さんは
その場で上司に電話をし、具体的に話を進めることになった。よかった。5年の努力が無駄にならずに済んだ。従業員の声にみんながうなずいた。俺もほっと胸をなでおろす。自宅療養している父にも報告。父はこの製品への思いが強かったので、ライバル企業だろうと認めてくれるところを選んでほしいと言い、俺の選択を褒めてくれた。そして成田さんの会社との正式な契約が済み、俺たちは商品の製造に動き出す。デザインの部分は多少の改善があったが、その他は試作品のままだ。しかも商品化にあたって、うちの工場の名前を前面に出し、特許技術を使っていることも宣伝してくれるという。町工場がこれだけ素晴らしい技術を持っているということを世間にも知ってもらいたいんですよ。と成田さんは言う。橋田とは大違いだ。一度はどうなることかと思ったけど、成田さんを頼って本当に良かった。1ヶ月後、商品が発売され、事前の宣伝効果もあって、初日から飛ぶように売れたという。俺は、成田さんからその売れ行きを聞き、工場のみんなに伝える。よっしゃー！みんなが拳を振り上げて喜んだ。おかげで、うちの工場は休みなく動くことになる。製造が間に合わないほど売れ行きがいいそうだ。残業や出勤日が増えても誰も文句を言わない。むしろ、売って売って売りまくるぞーとみんながはしゃいでいた。父も徐々に仕事に復帰できるようになったので、社長業を父に任せ、俺も製造側としてバリバリ働く。毎日が楽しくて仕方がなかった。成田さんからはデザインを変えたものや第2弾の依頼をもらい、一層忙しくなる。うちの工場の名前を前面に出してもらったおかげで、他の企業からの問い合わせも来ている。父の復帰のタイミングで忙しくなり、父の体調も心配したのだが、忙しくしてると生き生きしてくるなと言い、父も元気に働いているので俺は安心した。そんなある日、工場に一本の電話がかかってきた。相手は橋田だ。俺が電話に出るなり、どういうことだと怒鳴り散らす。何がですか？俺は今さら何を言っているんだと思いながら返した。橋田の言い分は予想通り。うちで扱うはずだったものをどうしてライバル企業で販売しているんだ。もう橋田は取引先ではない。俺は思っていたことをぶちまける。だから試作品を持っていきましたよね。それをあなたがいらないって言ったんですよ。うちみたいな町工場との取引がなくなっても一切困らないんでしょ。あの時持っていった試作品は自信作だったので、どこかで扱ってほしいと考えた結果です。それに、あなたみたいに見下してくる人とは、うちも関わりたくないですからね。橋田は電話口で騒いでいる。しかし、開発費の問題もあるだろう。うちでも開発費の援助をしているだろうが。俺はため息をついた。は？あなた、何も知らないんですね。前任の成田さんとうちの社長が散々話し合いをして、開発費の援助等は一切いただかないことになっているんですよ。あくまでもうちが納得できる商品を作れたら販売ルートを確保するという契約ですね。なので、もし作れなくても違約金の支払いもないし、いいものができたからといって開発費を請求するということはないという話です。俺は淡々と事実を話すと、橋田はひるんだようで。そうは言っても、と弱気になる。そこへ俺は続けた。成田さんがいなくなった御社との取引はやめてよかったと思いますよ。うちには何のメリットもありません。後悔しないと言ったのはあなたですからね。すると橋田はだんだんと弱気になり、いやしかし最近他の工場からも取引をしないと言われて、と言ってくる。
俺は笑った。ああ。あなたの見下している町工場って地元の人ばかりだから、自然と輪ができてるんですよ。あなたの横柄な態度に困っているという工場が他にもありましたよ。町工場との取引がなくなると困るのはそちらなのに、見下してくる人って結構いるんですよね。そういう噂って広まるのは早いし、町工場が手のひらを返すなんて普通にあることですよ。橋田はついに声を出さなくなった。これに懲りて反省してくれればいいが、それは無理かもしれない。もういいですか？話すことなんてもうないですし、うち今忙しいんですよね。そう言うと、橋田は無言で電話を切った。その後、成田さんから聞いた話だと、橋田の会社からは若手を中心に退職者が急増。会社の規模は大幅に縮小されたという。橋田は社長の遠縁の親戚だったようで、リストラをされないと思っていたようだが、功績も上げなかったため、リストラにあったそうだ。しかも、なんと成田さんのいる会社に転職したいと面接に来たらしい。俺が成田さんとの打ち合わせに先方を訪ねている時に、ちょうど面接を終えて出てくる橋田に遭遇してしまった。俺と成田さんを見た橋田は食ってかかってくる。成田が転職できてどうして俺ができないんだ？この会社は何を考えてるんだ？俺ほど優秀な人材を断るなんて間違ってる。それを俺たちに言われても仕方のないことだが、俺は思わず言い返してしまった。そういう考えだから採用されないんですよ。俺だったら、橋田さんみたいな人いりませんし、自分で自分のこと優秀っていう人って、あんまりろくな人いませんよね。すると、成田さんが隣で笑う。ひろきさんの言う通りですよ。橋田さん、転職活動頑張ってくださいね。成田さんがそう言うと、橋田は顔を真っ赤にし、足を踏み鳴らしながら出て行った。その頃から、うちの工場では人手が足りなくなり、社員やパートを採用しようと募集する。インターネットで募集したところ、何人か応募があったので、ひとまず全員に面接の案内を送ったと社長である父が言った。面接は俺が担当することになったのだが、次の方？と呼んだ瞬間、俺は目を丸くした。どうして橋田がここにいるのだ？橋田は席に着くなり、工場の作業はしたくないが、営業活動が得意だ。給料は他の社員の倍でいい。と言ってくる。あまりの衝撃に一瞬ポカンとしてしまったが、俺は首を振って正気を保った。何か勘違いしていませんか？というか、よくうちに面接に来られましたね。神経ずぶといのはいいですけど、さすがに人としてどうかと思いますよ。それに工場の面接に応募しておいて作業はしたくないって意味がわかりません。あなたに他の社員の倍の給料を払うなら他の人を二人雇った方が有益だし、あなたみたいなのがいたら現場の士気に関わる。すると橋田は、お前、俺を雇わなかったことを後悔するぞ！と叫んだ。俺は笑った。雇った方が後悔しますよ。お引き取りください。それでも橋田は帰らないので、いい加減にしないと警察呼びますよ！と言うと、俺を睨みつけて、ようやく帰っていった。その後、工場の近くでうろつく橋田を見かけたが、服装はみすぼらしいし、ホームレスのようだ。転職先が見つかっていないのだろうけど、まあ、あの態度では見つからないだろう。自業自得だ。それから、うちの工場は新しい人も入って、みんなの負担も減り、相変わらず和気あいあいとしている。橋田を見ていたら、やっぱり人柄って大切だなと思ったので、俺もしっかりしていこうと心に決めた。へえ、工作にしてはよくできてるんじゃない？
俺は自分の半分程度しか生きていない若者にこんな風に言われる人生を歩んできたのだろうか。そして次の言葉で俺の考えは固まった。それなら俺にも考えがある。今に見ておけ。俺は工場を経営している55歳だ。主に家電製品の部品を作っている。つい最近特許申請していたものが通り、無事に特許を取得した。俺には今年大学を卒業した息子がいる。息子はこの工場を継ぐために勉強して、この工場を大きくするのが目標だと言っている。息子は昔から機械を見るのが好きだ。この工場を継ぐなんて言ってくれるのは本当に嬉しい。息子といえば、うちの取引先の社長は俺より3つ年上なのだが、最近その息子が入社したと聞いた。社長とは長年の付き合いで、うちの部品をよく仕入れてもらっている。一人息子が自慢のようで、この時は商談そっちのけで息子の話をされたのだ。息子は今年30歳で会社を継ぐために転職してきたという。社長の話を聞く限りとても優秀な息子さんだ。今まではうちの商談は社長と直接行っていたが、担当を息子に変更したいと言われた。俺としてはきちんと取引ができれば担当は誰でも問題はない。そして社長の息子のコウタがうちの担当になったのだ。それから1週間後、コウタが挨拶に来ることになった。俺は新しく特許を取った部品を使った家電の企画書を作っていて、先日社長に話したところ、息子が挨拶に行くときに見せてほしいと言われたのだ。転職して間もない人間に対して随分な信頼だ。まあ社長は優秀だし、その息子なら同じような目線で判断してくれるだろうと俺は考えていた。しかしとんでもないことが起こったのだ。コウタを初めて見た印象は想像と全く違っていた。もっとハキハキして、いかにも仕事ができそうな社長と同じタイプなのかと思ったのだが、コウタは終始機嫌が悪そうで、言葉遣いも適切ではない。よろしくお願いします。と、だるそうに語尾を伸ばして話す。これで本当に大丈夫なのか？もしかしたら社長は自分の息子のことをきちんと判断できていないのではないか。そんな不安が押し寄せる。しかし担当になった以上、仕事はしてもらわなければならない。俺は社長の言う通り、コウタに新しい部品と企画書を提示する。コウタは部品を手に取り、なんと、へえ、工作にしてはよくできてるんじゃない？と言ったのだ。俺は一瞬耳を疑った。しかしコウタは本気で言っているようだ。定年間近のおっさんが作った工作だろ。こんなの俺でも作れるよ。とボソッと言う。俺に話しているのか、独り言なのかも判別がつかない。どちらにしても失礼すぎるやつだ。社長の話によると、コウタは30歳。今23歳のうちの息子でも、取引先に対する態度は、もっとしっかりしている。俺はコウタのことをどう扱えばいいかわからなかった。この部品何がすごいの？普通の部品にしか見えないけど。と、コウタはこの部品をバカにする。こんなので特許取れるんだ。ボロい商売してるな。と言われ、さすがに俺も頭に来た。だったら取引はしていただかなくて結構だ。俺がそう強く言うと、コウタはムッとした顔をする。頭に来ているのはこっちだ。なぜ自分が被害者面をするのだろう。俺は呆れて物が言えなかった。コウタは鼻を鳴らす。よくそんな口が聞けるな。俺は言い返した。取引をするかしないかはこっちにも権限がある。対等なはずなのに、どうしてそんなに偉そうなんだ？すると、コウタは俺を睨みながら、なんと企画書を破り捨てたのだ。その行動に俺は驚いてしまった。コウタの顔を見ると、
コウタは高圧的な態度で。うちが取引しなかったらこんな工場潰れるだろ。俺社長の息子だよ。もっと丁寧に扱えよ。と言ってくる。いろいろな人と商談してきた俺だが、コウタの態度は訳がわからなさすぎて困惑した。頭の中を整理しても、コウタの要望がわからない。しばらく口を開けずにいると、コウタはため息をついた。俺がせっかく来てやったのに、出したのはこのお茶だけなんておかしくない？他の会社では、社長の息子がわざわざ来てくれたって、茶菓子もたくさん出してくれたし、食事会まで開いてくれたのに。それにもっと下手に出ていたよ。まあ、こんなボロい工場じゃそういう気遣いは無理か。つまり他の会社で至れり尽くせりの待遇をされて味を占めたのか。取引を増やしたい企業や取引を中止されては困る企業はここぞとばかりにコウタを接待したのかもしれない。でもうちは違う。もちろん人付き合いは重要だが、部品には絶対の自信を持っているし、上下関係のある取引はしないと決めている。俺は冷静に、そうですね、うちはそういう気遣いはできないんで、今後のお付き合いは遠慮しますね。新規の取引はなし。今の契約分が終わったら更新はないと社長に伝えてください、と嫌味っぽく丁寧に話してやった。コウタは一瞬驚いた顔をしたが、すぐに顔をしかめて出ていく。他の会社のことを言えば俺もペコペコ頭を下げるとでも思ったのだろう。事務仕事をしながら一連のやりとりを見ていた息子は静かに怒っている。あいつ何様だよ。俺のことや工場のことをバカにされた気がしているのだろう。コウタと話している間に割って入ってこなかったのは息子ながらできた人間だと思った。でもせっかく特許を取ったのに、と息子が心配そうに言ってきたが、他の会社に営業をかければいいだけだろ、と俺は笑って答える。企画書は営業先に合わせて多少の改良は必要だが、この企画書に食いつく企業は絶対にある。俺は手始めに例の取引先のライバル会社と言われている家電メーカーに売り込みをかけることにした。翌日、社長から電話が来て、なぜ特許部品をうちに売ってくれないんだ？と聞かれた。俺は、ご子息からどういう報告を受けたかわかりませんが、今後、御社とのお付き合いは控えさせていただきます。と答える。すると、社長は大慌てで、え、付き合いを控える？じゃあ、あの特許を取った部品はどうするんだ？それに、今の契約は？と言ってきた。今の契約分はきちんと納品させてもらいますよ。でも、契約の更新はいたしません。俺がきっぱりと言うと、社長は上ずった声を出す。それは困る。君のところの部品が使えなかったら、うちの製品は作れないんだよ。きっと顔面蒼白だろう。でも、俺は容赦しない。定年間近の工作は、御社には不要だそうで。俺がそう言うと、社長の声が一瞬止まる。俺は鼻で笑った。ライバル会社に営業しますね。そう言って、俺は電話を切ったのだ。社長はできる人間だったのだが、息子に関しては甘かったのだろう。そう思っていると、社長がコウタを連れて工場に飛んできた。血相を変えている社長と不思議そうな顔のコウタ。俺はコウタのことはどうでもよかったが、社長に礼儀を通すためひとまず事務所に案内する。席に着くなり、社長は青い顔のまま。息子が大変失礼な態度を取ったそうで。と、頭を下げる。しかし、コウタは隣で悪びれもなく座っている。むしろ、また茶菓子の一つも出してこない、
とでも言いたげな不機嫌な顔だ。社長は昨日は日帰り出張をしていて、家に帰ったのが遅く、コータからうちとの商談の話を聞くのが遅くなったという。今日の朝、コータに聞くと、新しい部品って大したことなさそうだったよ。うちには売らないって言われたけど、問題ないでしょ。と言ってきたという。詳しくコータに話を聞いたらしいが、コータはボロい工場だったとか、安い味のお茶しか出てこなかったとか、そんなことばかり言っていたそうだ。拉致が開かなくなり、社長は俺に電話をしてきたという。俺はため息をつき、ひとまず入れてきたお茶を勧める。コータはふんぞり返ったまま座っていたが、社長はお茶でも飲んで落ち着きたかったのだろう。頭を下げてから湯飲みに手をかける。そして一口飲むと、社長は目を見開いた。俺はうなずき口を開く。さすが社長、わかってらっしゃる。そう言うとコータが、は?と言った。俺は、その茶葉は静岡まで行って買ってきたんですよ。と言うと、茶菓子を持ってきた息子が挨拶をしてから続ける。父は緑茶に目がなくて、わざわざ静岡まで行き、高級茶葉を購入してくるんです。しかも、昔から緑茶の入れ方も勉強していますから、このお茶の味は天下一品ですよ。そう言うと、社長は大きくうなずいた。息子の言う通り、俺は昔から緑茶が好きで、よく旅行がてら静岡まで買いに行く。他にも有名な茶葉をいろいろ試したが、一番俺の好みで万人受けするので、ここの茶葉をいつも仕入れているのだ。どうしたらより美味しく入れられるか、農家の方に教わり、自分で研究した結果、今では妻からも俺の入れる緑茶は最高だと言われている。高級茶葉と聞いて、コータは眉をピクリと動かし、湯飲みに手を伸ばす。コータは半分ほど飲み干して首をかしげた。それを見た俺の息子はニコリと笑って、バカ舌じゃなければ、このお茶の美味しさがわかるはずですよ。と言う、おいおい、いきなりなんてことを言うんだ。と思ったが、息子の言うことはもっともだし、何より息子もコータに頭に来ていたのだろう。冷静な復讐に、俺は内心、よくやったとまで思ってしまった。コータは息子の言葉に顔を真っ赤にする。なんだって?とコータは立ち上がろうとしたが、社長が制止した。座りなさい!そう言われて、コータは舌打ちをして座る。息子はニコニコしながら、社長に頭を下げてその場を去る。少し落ち着いた様子の社長は、俺にコータとどんなやりとりをしたのか聞いてきた。俺は、コータに言われたことや、コータの態度をこと細かに説明する。社長は、俺の話を聞くうちに、どんどん青ざめていくが、コータはつまらなさそうな顔だ。俺が話し終わると、社長は青ざめたまま。コータ、本当なのか?と言う。コータはうなずいた。だって、俺社長の息子だよ。俺の方が偉いに決まってるだろ。どうして俺がこんなボロい工場に頭下げるわけ?社長は顔面蒼白だ。コータは本心でそう思っているし、それが悪いことだと理解していないらしい。俺には異次元の考え方すぎてついていけない。しかし、それは社長も同じだったようだ。理解できないという顔で言葉に詰まっている。話が進まないので、俺が口を挟んだ。そういうわけですので、御社のライバル会社に
営業することに決めました。わざわざライバル会社に売り込むつもりはなかったんですが、たまたますぐにいいお返事をいただいたんですよ。実は昨日、コータが帰り、息子と話した後すぐに何社かに連絡を取った。すると、ライバル会社と言われている家電メーカーはすぐに詳しい話を聞きたいと言ってくれたのだ。商談はこれからだが、かなりの確率でうまくいくだろう。社長は意気消沈している。コータは俺を見て、わざわざ何の報告？別にこのボロい工場がどうなろうと俺たちには関係ないし。と言った。その瞬間、社長の大きな声が響く。ふざけるのもいい加減にしろ！俺やコータ、事務仕事をしていた息子も驚いて社長を見た。社長はコータの胸ぐらをつかむ。お前は、俺が今まで苦労してやってきたことを、どれだけ台無しにしたら気が済むんだ。この工場で開発されてきた部品は、質が高いし、特許まで取っているんだぞ。それなのに、他の部品と同じだ。お前の目は、節穴か？あまりの勢いに、俺は社長を止めに入る。コータは急に、おどおどし始めた。俺、何か悪いことでも？社長の怒りは収まる気配がなかったが、俺は何とか落ち着かせ、コータに向かって言った。強いて言うなら、すべて、だな。そう言ったところで、コータには理解ができないだろう。俺は続ける。一応俺も社長という立場なんだよ。取引先には一目置かれている。でも君はうちの工場を見て、ボロいだの潰れそうだのを言ってくれたよね。本質を見抜けないなんて本当に節穴だな。社長はお茶を飲み少し落ち着いたようで口を挟んだ。そうだぞ。ここの部品がなければうちの製品は完成しない。唯一無二なんだ。俺はうなずいた。社長の息子という立場が偉いと思っているのなら大きな間違いだ。うちの息子は取引先に訪問することもあるが、同じ社長の息子という立場でも決して横柄な態度は取らないし、偉いとも思っていない。俺がそう言うと、息子は俺の顔を見てうなずく。コータは息子がうなずく姿を見て首をかしげた。俺は呆れながら今度は社長に向かって話し出す。息子さんが前の会社を辞めた理由、会社を継ぐためだっておっしゃっていましたよね。社長は、ああ、そうだが。というので、俺は続けた。実はその会社に私の友人が勤めていまして、話を聞いたところ、遅刻や無断欠勤もあり、成績も思わしくないので、事実上のクビだったようですよ。俺は社長に息子の話を聞いた時に、そこに勤めている友人の顔が浮かんだ。事前に調べるような真似はしなかったのだが、昨日コータが帰ってから、気になって友人に連絡を取ってみたところ、コータに関する事実が分かったのだ。一度落ち着いた社長は、また顔を青くする。コータは、遅刻くらい別にいいだろ。部外者のあんたになんでそんなこと言われなきゃなんないの。という。社長が怒鳴りそうだったので、俺はそれを遮った。君は自分のすることが全部正しくて、自分は偉いと思っているんだね。だから、うちの部品を馬鹿にしてもいいと思っているのか？コータは黙ったので、異論はないのだろう。俺はあまりに社長が気の毒で、コータに向かって言った。君のせいでうちとの取引がなくなる。そうなった場合、君の会社はどうなるか考えたことがあるのか？コータは分かっていないようだ。するとそこへ息子が紙とペンを持ってやってきた。
そしてそこに数字を書きながら説明を始める。御社の製品にうちの部品が使われている数がこれ。他の部品にした場合、多少のコストカットはできるでしょうけど、そうすると他社製品との優位性がなくなり、だいたいこのくらい売り上げが下がるでしょうね。新しい特許部品を使った見込みはこれです。この売り上げを御社はみすみす手放したというわけですが、これでお分かりいただけましたか？そこで初めてコータは理解をしたようで、顔面蒼白になった。こんなに？その言葉に社長は再び激怒する。お前には愛想が尽きた。とにかく皆さんへの謝罪が先だ。そう言ってコータの首根っこを掴んで俺たちに頭を下げさせた。君は父親の顔にも泥を塗った。同じ息子を持つ身として胸が痛いよ。自分の行動をきちんと考え直すことだな。俺がそう言うと社長は頭を下げ、コータを引きずって帰っていく。翌日社長から連絡があり、コータの前の会社に確認を取ると俺の言った通りだったと判明。本当に息子は優秀だと思っていたんだが、あなたたちのおかげで目が覚めましたと意気消沈していた。息子に対してフィルターがかかるのは仕方ないが、ここまでの親バカもなかなかいないのではないだろうか。俺もそうならないように気をつけよう。その後社長はコータに今まで援助した金を返せと迫り、買ってあげた車や私物を売らせて、コータはほぼ無一文で実家を放り出されたそうだ。会社もクビになったそうだが、就職先が見つからず、父親の会社でアルバイトをしているという。周りにはアルバイトになった社長息子と笑われているようだ。うちに関わることはないが、この間会社に社長を訪ねた時、コータを見かけた。随分とやつれた様子で、俺を見た途端に逃げ出したのだ。そして上司らしき人に怒鳴られていた。俺はそれを見て思わず笑った。うちの特許部品はライバル会社で使われることになり、今や業界トップの売り上げだ。うちの工場には問い合わせが増えている。問い合わせに対応している息子を見ながら、息子は素直に育ってくれたと胸をなで下ろした。何？お前中卒なの？俺は道で同級生に声をかけられ馬鹿にされた。俺なら中卒なんて恥ずかしくて外歩けねえよ。私立高校の制服を着て俺のことを散々馬鹿にする。俺は言い返すこともできず拳を握りしめた。いつかこいつを見返してやる。その思いが俺の中でふつふつと湧き上がる。俺の名前はエイジ、22歳だ。俺の祖父は寿司職人で、小さい頃からその姿に憧れている。祖父は地元で寿司屋を経営していて、俺は小さい頃からよくそこに出入りをしていた。幼い頃に寿司の握り方を教えてもらうと、エイジはなかなか筋がいいなと言われて、それ以来俺は寿司職人を目指すようになった。我ながら単純だとは思うが、憧れていた祖父に少しでも近づきたかったのだ。大きくなったら寿司職人になるんだと口癖のように言う俺を、それなら父さんがお客さん一号になるぞと父が言ってくれていた。その時はいつか本当にそんな日が来ると思っていた。俺は父と二人暮らし、祖父はこの時には寿司屋も閉店して別に暮らしている。母はいるらしいが浮気相手と出て行ったそうだ。俺は知らなかったのだが、おしゃべりなご近所さんというのはどこにでもいるもので、中学3年の頃に近所のクラスメートから聞いた。このクラスメートの名前は公平。金持ちの家で育ち、嫌味が得意だ。お前の母親浮気して出て行ったんだってな。うちの母さんが言ってたぞ。ある日、いきなり教室でそんなことを言い出した。他のクラスメートも面白がって集まってくる。母親がいないことは事実だが、どうしていないのか、はっきりと父に聞いたことはなかった。
俺はクラスメートにバカにされたのが悔しくて、家に帰り父と顔を合わせると、本当なのかと問い詰める。父はすまなそうな顔をして、事実だとうなずいた。俺は父に事実を隠されていたことが悲しかったのか、父のせいでクラスメートにバカにされたと思ったのか、とにかく激しく父を責めた。こんな家に生まれなきゃよかった!衝撃的に出た言葉だったが、それは取り返しのつかない言葉になる。翌日、再度父が謝ってきても無視をして、仕事を行ってくるからな。という父の顔もろくに見なかった。学校から帰ってくる頃には、さすがに言い過ぎたと思い、父が帰ってきたら謝ろうと思ったんだ。しかし、父はいつもの時間に帰ってこない。やがて電話が鳴り、父が交通事故に巻き込まれたと知る。父はそのまま帰らぬ人となった。男の子をかばって事故に巻き込まれたらしい。おそらく男の子に俺の姿を重ねたのだろう。後悔しか残らなかった。その時、俺は中学3年生。もうすぐ受験という時期だった。寿司屋をやっていた祖父は引退して老人ホームに入っている。難しい手続きは、当園の親戚がやってくれたが、俺は施設に入ることを勧められた。でも、父と二人で暮らしていた俺は家事もできたし、施設には行かないと決め、祖父に、寿司職人の修行をしたい、と告げる。俺は高校には行かず、祖父が紹介してくれた寿司屋に弟子入りをした。あれから7年、祖父は亡くなり、俺は天涯孤独だ。しかし、寿司屋の主人が俺を息子のように可愛がってくれている。弟子入りしたその日からお世話になりっぱなしだ。エイジ、今日は団体のお客さんが来るからな。威勢よく言うのは寿司屋の主人、俺の師匠でもある大輔さん。祖父は家の近くで働ける寿司屋で信用できる主人だからと、大輔さんを紹介してくれたのだ。エイジが来てくれてもう7年か。お前も一人前になったな。大輔さんは嬉しいことを言ってくれるが、俺はまだまだ修行の身。それでも寿司を握るときは最高のものを出そうと思っている。地元を離れずに働いているので、同級生に会うことも少なくない。特に家が近い康介は一番会いたくないのによく見かけてしまう。卒業直後に会ったときは、私立の制服を俺に見せつけてきた。俺は康介と話していると、父のことも康介のせいにしてしまいそうで、なるべく避けている。でも康介は、俺のことを手頃に馬鹿にできる存在と思っているようで、俺を見かけると近寄ってきては嫌味を言う。成人式は大輔さんに言われて出席したが、その時も康介は俺のスーツを馬鹿にしたり、中卒だから仕方ないと言ったり、言いたい放題だった。康介は私立大学に進学したそうで、大企業への入社を狙っていると成人式の時に言っていた。俺には就活のことはよくわからないが、どんなに成績が良くても、康介みたいな奴を入れる企業があるのか、と思っている。エイジ、そろそろ予約の団体さん来るからな。大輔さんに声をかけられ、俺は寿司を握る準備を始める。しばらくすると団体がやってきて、店内は賑やかになった。どこかの企業のお偉いさん方のようだ。うちが高級寿司屋ということもあるかもしれないが、お偉いさんたちは騒ぐ様子もなく、寿司を味わってくれている。その中のおじいさんに声をかけられた。君、若いね。いくつ？22ですけど。と答えると、おじいさんは、君は寿司が好きなんだな。いい目をしている。それに、君の握る寿司はうまい。と言って、にやりと笑う。俺はその言葉が嬉しくて、思わず大きな声で、ありがとうございます。と言った。おじいさんは、もう一度にやりと笑う。元気いいな。
寿司職人をやっていてよかった、そう思える瞬間だ。それから数ヶ月後、開店直後にあのおじいさんが来店した。部下らしき人を連れている。テーブル席を案内したが、カウンター席がいいとのことで、カウンター席へ座ってもらう。おじいさんがニコニコしながら寿司を注文した。この人は本当に寿司が好きなんだろう。俺は誠心誠意寿司を握った。しかし、この後、和やかな雰囲気は壊される。次のお客さんが入ってきて、おかみさんが案内をする。カウンターに座ったのは、親子と思われる二人組。俺が顔を上げると、その人と目が合った。浩平。俺が思わず、その名前を言うと、浩平は笑い出した。平次、お前こんなところでバイトかよ。すると、その瞬間に、英二の父親と思われる男性のスマホが鳴り、男性は慌てて外に出る。英二は、カウンター席にドカッと座って偉そうに、とっとと茶くらい出せよと言ってきた。おかみさんが慌ててお茶を出すと、浩平は俺に向かって、お前下っ端のバイトだろ、こういうのは一番にやらないとな、と説教じみたことを言う。いや、俺は、さすがに俺もアルバイトだとは思われたくなくて、寿司職人だとはっきり言おうと口を開くと、浩平は俺の言葉を遮った。俺大企業に内定が決まったんだよ。さすがは一流大学のエリートだろ。ほらここ、お前も名前くらい聞いたことあるだろ。そう言って会社案内をカウンターの上に置いた。それは俺でも知っている大企業だ。そうか、おめでとう。俺は祝福したが、浩平は鼻で笑う。中卒のお前なんかに言われてもね。お前は中卒でバイトしかしてねえ底辺だろ。俺みたいなエリートの生き方なんて理解できないだろうな。お前なんて寿司屋のバイトが精一杯ってとこか。情けないね。だんだんエスカレートする浩平に、俺は静かに反論した。俺はバイトじゃない。寿司職人だよ。すると浩平は一瞬固まって、嘘だろと言い、腹を抱えて笑い出す。エイジが寿司職人？無理無理、中卒が作る寿司は食えねえわ。大輔さんが心配そうにこちらを見ながら、向こうのお客さんの寿司を握っている。でも俺にだってプライドはある。もう7年も修行しているし、お客さんからも美味しいと言われてるよ。ご注文は？浩平は俺の言葉をニヤニヤと聞きながら寿司を注文した。俺は寿司を握り、浩平の前に出す。浩平が寿司に手を伸ばした。食べてもらえればわかる、と思った瞬間、浩平はその寿司を俺に向かって投げつける。おい!俺は浩平に言うが、浩平は笑っている。やっぱり中卒が握る寿司なんて食えねえよ。バカが映りそう。それに、まるで犬の餌みたいでゴミ以下だ。その言葉にさすがに耐えきれず、お前な！と声を出す。浩平はそれでもニヤニヤしていた。するとその時、隣の席から、そいつの内定、取り消しな。という声が聞こえてきた。俺が隣の席を見ると、あのおじいさんがこちらを睨んでいる。そこへ、浩平の父親が入ってきた。しかし浩平は、父親が入ってきたことに気づかず、おじいさんに向かって。はぁ？なんだよ、じいじい。あんた誰？と言う。俺は浩平を止めようとしたが、おじいさんの方が早かった。おじいさんは浩平に近づき、浩平が持っていた会社案内を開く。そこには、会長としておじいさんの写真が載っていた。会長？浩平は
一気に青ざめる。公平の父親は騒ぎを目にして何があったのかとうろたえた。大輔さんが父親に状況を説明すると、父親は俺やおじいさんに頭を下げる。そして公平に向かって静かに怒った。お前はなんて失礼なことをしてるんだ。まずお前が頭を下げなさい。公平は促されてしぶしぶ頭を下げるが、おじいさんは言った。頭を下げる必要はない。君はうちの会社にはいらんというだけだ。そして、一緒にいた部下に指示をして、公平のフルネームを聞き出し、人事部に電話をさせる。どうやら、この場で公平の内定は取り下げられたようだ。おじいさんは公平へ向き直った。君は学歴しか誇れることがないのか？私はこの寿司屋によく来るが、こっちの彼はこんなに若いのにうまい寿司を握るんだぞ。それを食べもしないで、中卒だのなんだのと失礼すぎる。おじいさんは俺のことを見てそう言う。公平は青い顔で下を向いていたが、少しだけ顔を上げて俺のことを睨んできた。俺は会長に褒められて嬉しいのと、公平の怒りで感情がぐちゃぐちゃだ。でも俺を睨みつける公平の顔を見たら思わず言ってしまった。ですが、彼には寿司を食べたところで味がわかるとも思えません。昔から食通を気取っていましたが、トンチンカンなことしか言っていませんでしたから。すると、おじいさんが笑う。あ、あ、あ、そうか。それなら、こんな高級寿司を食べさせるのはもったいない。あんた、父親だな。もっと考えて連れて行かないとダメだぞ。少なくとも、こんな態度で入っていい店なんてどこにもない。ピシャリと言うと、父親は顔を真っ赤にして頭を下げ、もう一度謝罪をする。俺はおじいさんに、申し訳ありませんでした、と頭を下げる。おじいさんは笑った。君が悪いことなんて一つもないよ。俺はその言葉に少しほっとして、それとありがとうございました、とお礼を言う。君は元気で明るくて、きちんとお礼が言えていいね。うちの会社に来てほしいくらいだ。おじいさんがそう言うと、大輔さんが慌てて止めた。ああ、困りますよ。うちの大切な寿司職人なんですから。その言葉に、俺も、おかみさんも、おじいさんも笑う。おじいさんの部下だけは、公平のことを厳しい目で見ていた。公平は、罰が悪そうにうなだれている。父親は、お金を払うタイミングを見計らっていたようで、大輔さんに声をかけたが、大輔さんは、いりません。もう二度とこの店に来ないでください。と言った。父親は申し訳なさそうにしながら、公平を連れて店を出る。店内には和やかなムードが戻った。しかし、しばらくすると入り口のドアが音を立てて開く。お前、寿司職人だかなんだか知らねえけど、生意気なんだよ！公平が戻ってきたのだ。お前のせいで俺の人生めちゃくちゃだ！俺はな、お前と違ってエリートなんだぞ！俺の人生どう責任取ってくれるんだよ！公平が怒鳴り出したので、俺はカウンターを出て公平の前に立つ。俺はなるべく冷静に言った。だったら、俺だってお前のせいで人生めちゃくちゃにされた。責任取ってくれるんだよな。公平は俺を睨んだまま、は？と言う。俺は少し悲しくなった。公平は覚えてないだろうけど、俺は自分の母親のことをお前の口から聞いたんだよ。そして父さんと喧嘩をして、ろくに話もしないまま、父さんは事故に遭って他界した。お前のせいじゃないって何とか思い込んで、人に憎しみをぶつけるのはやめようってずっと思ってきた。でもな、
それでも俺は、まだどこかで公平、お前に俺の人生壊されたって思っちまうんだよ。あの時お前が、俺の母親のことなんてクラスで言わなければ、いつか父さんの口から事実が聞けただろうし、もしかしたら、父さんは事故に遭わなかったかもしれない。俺は、悲しくて、悔しくて、涙が出そうなのを必死にこらえた。しかし、公平は笑い出す。はあ、思い出したぞ。お前の母親がいないのは、浮気して出て行ったからだって、俺の母さんが言ってたのをクラスで言ったんだ。あったあった、そんなこと。懐かしいな。でもそれが、お前の父さんのことには繋がらないだろ。俺は、やり場のない怒りを、どうしていいかわからず、拳を握る。そうだ。お前と父さんのことは関係ない。でもお前は、父さんがいなくなった俺のことも馬鹿にしてきた。天涯孤独だって見下したよな。今はお前の言葉の通りだよ。あの時、唯一の肉親だったじいちゃんも他界した。俺は、自分でも何を言ってるのかわからなくなっていたが、とにかく気持ちを公平にぶつけなくては気が済まなかった。俺は寿司職人だったじいちゃんに憧れて、初めてのお客さんになってくれると言った父の言葉を支えに寿司職人になったんだ。大輔さんに弟子入りして、こうして寿司職人をしている。父さんに食べさせる夢は叶わなかったけど、俺の握った寿司を美味しいと言ってくれる人もたくさんいるんだ。それは、中卒が握ったから食えない。犬の餌みたい。ゴミ以下。一口も食べずにそんなこと言えるお前の神経はおかしいだろ。それがエリートなのか。違うだろ。学歴がエリートなら、人間性もエリートでないと釣り合わないぞ。俺がひたすら喋り続けると、公平もいつの間にか、ひるんでいる。大輔さんやおかみさんは、目に涙を浮かべていた。俺は、最後に公平に向かって言った。お前という人間の方が、ゴミ以下だよ。そう言うと、公平は俺を睨みつけて、殴りかかろうとしたが、俺はその腕を払う。口で勝てなければ暴力か。本当にゴミ以下だ。そう言うと、公平はもう一度俺を睨み、きびすを返して出て行った。大輔さんは、俺の頭をポンポンと叩く。俺はそれが、照れくさかった。おじいさんたちも目に涙を浮かべながらうなずいている。後日、俺が家から出ると、作業着姿で歩く公平を見かけた。仕事が決まったのだろうか。その後も何度か作業着姿の公平を見かけたが、やがて見なくなった。しばらくして公平の父親とすれ違い、声をかけてみると、公平は就職先が見つからなかったと聞いた。自分の息子があんなに情けない人間だったなんて、と父親は嘆く。思えば、アルバイトもさせてこなかったと後悔し、とにかく働くように言うと、友人から紹介された工事現場のアルバイトを始めたらしい。しかし、一週間も持たずに投げ出したため、父親は激怒して家を追い出したそうだ。公平はそこでようやく事の重大さに気づいたそうだが、父親は引かずに追い出し、今はアルバイトでもしているだろうという。俺は寿司職人としての腕を磨き、あのおじいさんともすっかり仲良くなった。エイジ君が店を持つ時には、私が出資しよう。なんて、嘘だか本当だか、わからないことを言われている。今日は父さんの墓参り。もし、本当に店を持つことができたら、父さん、約束通り、最初のお客さんになってね。俺はそうつぶやいて、手を合わせた。